さあやっていきます、シェムパート17、夜ね寝るところからスタートですけどもね、何やったかをね振り返ろうと思ったりしたいけど、まあ、起きた時にメモがさらっと開いた気がするから、まあ、それ大丈夫でしょう。いや最近思ったんだ、これもタイミックスだ、時計全部タイミックスなんだね。最近思ったんだけどもさあおう、昨日の原崎の言葉、原崎の気持ち、俺の気持ち、悩める、あ？とりあえず大八倉庫の場所網浜町に行くってことだね。すごいとこからノートが始まったな。行きましょう。いや動画の始めでさ、いつもすまないな、イネさん。確か福さんあたり話しかけられたような気がするんだけど、まあ、サブイベントのやつ、そういや開かなくちゃ焦るから、まあ後で開こう。動画のね、つかみってすごい大事だと思い始めてね。あ、やばい、ここまで全然動画のつかみとか考えずにやってたなっていうことをね、ほら落語とかでもそうじゃないですか。落語とかもさ、とりあえず本編のね落語に入る前にさ、今日あったこととかさ、時事ネタをさ言ってから入っていくわけでね、なんかこうちょっとした小話をね、用意していくわけだ。多分毎席っていうか、なんて言えばいいのかな、毎講釈ごとにね、一つ稽古をつけてください。稽古つけれる、よっしゃ、つけていこうや。なわけでだな、頼むよ。つまり全力でこの CM の動画を一つやっていくのに関しても、やっぱこの動画一本入るまでにこうノートにでもねメモ書きしてね、面白い話の一つでもね話しながら入っていくっていうことができればねいいんだろうなというこのことね、考えてはいたんだけどね、面白い話なんてそうそうねメモってないんだよね。全力でいきますよ。それがやっぱ実況やってくれる覚悟が決まってないところなんだろうな。うん、重ね合ってやつ、今の技はうわっ、投げ主体として戦っていきたいな。さすが福さんだ、こいつはどうだ。大内狩り、どうだ。ヤクザならもう死んでいる。あ、その技はなしですよ。悪い。なしの技をもう一回使っていい。いつの間にそんな技を。それ技書でいっぱい技を覚えたのに、あれ時間潰すときに使おうと思って。ここまでにしよう。忘れてたね。ありがとう、福さん。はい。まあでも伝えられながらもね、話そうかなと思ってたことはですね、この動画と動画の間にね、断末ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかみたいなタイトルのアニメがあったでしょ。あのアプリをさ、なんかあまりに暇じゃないんだけど、なんか面白いアプリないかなと思って探してて、それであれをちょっとねおもむろにインストールしてやってたわけですけどもね、やってたんですよ。うん、なんか1日ぐらいで一気にレベル40ぐらいまで上げた。2日ぐらいで上げたんだけど、何なんだろうね最近のソシャゲというかさ、あれはさ、なんかその面白いかなみたいな、面白いっちゃ面白いかなみたいな、そういうのが多いな。その断末のゲームもまあアニメ準拠のストーリーと、あとはまあアニメ調のイラストと、アニメ塗りのイラスト、アニメからまあ取って切って貼ったようなイラストで、まあダンジョンっつうか、横スクロールでさ、ただただこの、横に流れていっては敵を倒していくと、しかもそれほぼほぼ自動でね、そんな風なゲームでさ、ほぼオートでできるわけで全部ね、食べな、敵と戦うところとかさ、パーティー選んでオートで戦ってもらって、うまそうに食べるなこいつ、落としたドロップアイテムをじゃあスロットに入れていくと成長していくみたいなさ、まあ、一応戦うとレベルも上がっていくんだけど、なんだろうな、成長していく過程だけがすごく大事で、自分は何の成長もしてないよねその間はみたいなね。お兄ちゃん、めぐみの給食のパンね、
そうか、まだご飯。猫のご飯が欲しいのかな。猫のご飯。今度何か買ってくるよ。今度何か買ってくる。そうか。アプリのゲーム、まあ、アプリによってはね、やればやるほどなんかそのプレイヤーのスキル上がってくってのもないことはないのかもしれんなとは思うんだけども、まあ、そうは言ってもこのシェンムをね、何万時間やったって別にその何かスキルが向上するってことはないのはないんだけども、こっちはその受け身じゃなくてね、受け身の反対って何だろう、受けの反対は攻めなのか、攻め身攻め身でこうプレイしていくというか。兄ちゃん、網浜町ってどこだか知らない。網浜町ガキに聞くのか。僕知ってるよ、港の方だよ。そうか、ありがとう。ねえ、教えてあげたんだ。高え情報屋だなこいつは。学園ちょうだい。また今度な。へえ、意地悪。すげえガキだった、すげえガキだった。ガキの前でこれ見よがしにガチャしていった。ガチャガチャ、アプリゲームな。でもなんかね、でもね、でもやっちゃうんだよね、あまりになんかそのそういううまいやり方なんだろうなと思うけど、別に熱中してるわけじゃないんだけど、だらーってやってるなっていう。このシェンムーなんてもうあれよ、またサイコロかよ、またこれかチューテリアンか。このガチャがあり、向こうのソニックのガチャしよう。ソニックのガチャもう少し遊ぶか。あ、このシェンムーとかに、まあ、いわゆる家庭用据え置き機みたいな、据え置き機っていうかな、家庭用ゲーム、コンシューマーのゲームとかはさ、やっぱやろうと思ったらある程度その1回100円か覚悟がいるっていうか、うん、ちょっとやっていくか。スマホゲームはもうすぐ開くもんね、タップしたらもう開くもんね、その速さ。まあ、このシェンムードリームキャストに関して言えば、一旦デスクトップパソコンを立ち上げて描画ソフト。こいつはあれ、これ誰、ナックルじゃないもんな、誰だろう、あんま聞かねえやつだな。バーク、知らない。ソニックのキャラクターに知らない人がいた。続けてみるか。だ、続けない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 、やめとくか。続けない続けない、行きましょう、行きましょう。雨の雨やだな。春先にはもうとりあえずってなわけだ。なんか何を言ってたかもう繋がってねえな。ソシャゲの話をしてた、アプリゲームの話をしてたと思うんだよね。どうなんでしょうね。なんかこうやっちゃうけど、やっちゃってそれでまあレアキャラ出たらそれなりに充足感を得られるけども、充足感を得られるけども、しかしそれもなんかなっていうね。すいません。あ、どうも。動画としては上げちゃいないんだけど。網浜町ってどこだかわかりますか。網浜町ですか。確か大通りに網浜町行きのバスが走ってますよね。もうこの人か。そうですか、ありがとうございます。間違ってるかもしれませんよ。ええ、自分で見てきます。割と控えめでした。自分で見てきます。ああ、すぐだね。もうバス乗る？めっちゃ？月下の剣士っていうゲームをね、これも実況しようかなと思ってやってみたんですね。で、一番強いレベルのやつでノーコンティニュークリアしようかなと思って、まあ、無謀にもね、チャレンジしてみたらですね、全然敵が強すぎてですね、あまりに強すぎて動画にならんと。私はダメよ。ちょっと役に立つ。いいっす。だから動画にしようかなと思って、撮って、で最初の一発目の動画を撮った後、原崎、葉月くん、連絡して。2発目でね、できるだけ分かった、もういいや。2発目で全クリック動画上げようと思って、その月下の剣士をやたらやりまくったんですよ。ここのとこ数日間に5日間ぐらいね、ここのとこじゃないけどね、1週間前ぐらいに5日間ぐらいずっと夜にずっと月下の剣士やってた。でもさすがに やり続けるとね、そんな、月下の剣士って2D の格闘ゲームなんですけどね、 SNK が作ってる、まあ、サムライスピリッツみたいな感じのゲームなんですけど、やり続けるとね、さすがにちょっとずつ上手くなる、まあ、ゲームにおいても少しずつ上手くなるっていうのはなんかこの
それなりに充足感がある、充足感がある、うん、トム、はい、月下の剣士について言えばね、網浜町ってどの辺だったかな。なんかね、ゲームがね、やってるんじゃなくてやらされてるんじゃないかな、ソシャゲはっていう感じがあるね。なんかそれは間違ってる解釈かもしれないけど、やってるというやらされてるっていうのはなんか嫌な感じだよね。日本語ちょっとだけね、言ってみりゃ踊ってるんじゃなくて踊らされてるみたいなね。そうだ、だから受け身の反対は主体的だ、主体的、主体的。何が攻め、受け身の反対、攻め身とは言ってたね。話は後だ、アホだって。だからそのゲーム一つをするにしても、何をするにしても主体的にね、自分がやるんだという気持ちでやっていきたいですよね。この実況プレイ動画をやってるけれども、これも自分がやりたくてやってるっていうの大事で、もうやらされるってなったら、もうそうなったらもうソシャゲと何も変わらんよというかね。ごめん徹夜明けなんだ。麻雀の人だった。そうです、はい、もうとりあえず網浜町行ってみるか。もうとりあえずタムさん、網浜町ってどこなんですか。網浜町ってどこかな。あーんと、こんなん今だったらもうググれ勝つだよな。港かしかもにふわっとしたヒントしか売れなかった。ググれ勝つだよ。スマホでちゃちゃっと網浜町で検索したらもう地図が出てくる。ここから何キロメートル何十分ですって言って終わりだよ。そういうもんだよな。はい、これ行けるようになってるね。これじゃ分かんないな。網浜にこれが行くかどうかが知りたいんだって。おっと、たまたま来た。乗ってみる。あ、乗れる？あ、乗っちゃう？あ、乗っちゃった。もういろいろと無視してるな。しかも結構から持っていかれた。このスカンピンの状態ではさすがに心太いな、遠出は。まあ、1650ぐらいはなんとかなるけどな。なんとかなろうと思うけどな。ディスク1が終了しました。唐突。めっちゃ唐突。どこにある？シェム2はどこにある？今日はすごく舌が乗ってたのにな。なんか水をされちまったな。またシェム一生よこすか。よいしょ。本体のオープンボタンを押してディスク2を入れ替えてください。その後ロード&スタートからディスク2のスタートファイルをロードしてください。はい、いきます。あれ、なんかこんな唐突にでいいのかな。いいのかな。時間が出ちゃってる。取りだめしてからこうちょこちょこ小出しにしていこうという小水戦略が見えてしまうな。何日ぐらいに撮ってたかとか出てしまう。あ、めちゃくちゃな時間に設定しとけへんか。シェムってディスク3までだった。この裏側のガチャガチャしたところまで映さなくてもいいんですけどもね。まあそれも一種のリアルなシェムなのかなと。見せていこう。昔のゲームじゃないけども、まあ、シェムクラスになるとディスク3までスタートファイルって書いてあるディスク3まであるわけですね。割と好きなギャルゲーの一つであるときめきメモリアル2なんてのは、あれも3枚組のディスクだったような気がする。たかたかときメモでディスク3までやる必要あんのかって、ディスク3まであるのは必要なのかと思うけど、ね、あれが煩わしいんだよ。それぐらいだと別にいいけどね。ディスク3までトラックよくできてる。街がよくできる。街じゃねえよ。これなんて言うんだっけ、今一瞬なんて言うのか忘れちゃった。コンベア、違うな。カート、なんて言うんだっけ。ちょっと一回光ってますな。こんなところに来とうねえよな、はっきり言ってな。バスとは来とうねえよ。港を言うてもここからフェリーとか出てるとか、そんな感じの港じゃない。本当に、湾口の工場とかが立ち並ぶような、そういうエリアだよ。
何のメモ？第8倉庫はどこだ？もうなんかあんまりヒントなしにいっちゃったな。いいのかなこれで。こういうところでちょっとずつこうイベントとかありげだけどね。ああ君入れない、あはやばあった、君入れないよみたいなこと言われそうな気がする。おらおら、アリガネ全部出せってんだよ。ん？ん？も、持ってないです。勘弁してください。キッサで QT が始まる。持ってねえ。音楽がそういう音楽だ。やめろよ。まず A か B か。A か B か。今だけ流行んねえぜ。カツアゲなんてよ。流行りとかそういうもんだよ。おめえ、スカコの…スカコ…どこ？ハズキ。だったらどうした？だったらどうした？やっちまえ。ビビってんじゃねえよ。こんなガキ、喧嘩じゃ負けねえよ。なんかこいつ覚えあるぞ。いいね。ほら。あれ押してるっちゃ。やりましたね、兄貴。言ったろ、喧嘩なら負けねえって。押したっちゃ。やめろよ。あ、もう一回やらさせてくれた。ねんねてめえ。今だけ流行んねえぜ。カツアゲだっせえな。うるせえんだよ。おめえ、スカコのハズキだ。ハズキ。だったらどうした？オンちゃんみたいな動き。ビビってんじゃねえよ。こんなガキ、喧嘩じゃ負けねえよ。バトルさせてくれ。QT よ。よし。あ、入った入った。ゴローさん。ゴローさん。待ち上がれ。おお、危ねえ危ねえ。やりやがったな。なんか A か A か B か B。 よし、力入ってない蹴りだったな今。ドボシって音をするほどの蹴りじゃなかったよ。いてえ。いや、こいつ、やっぱりつい。他にも弱そうなボールつけた。雑魚キャラですね。一つ聞きたいことがある。はい、何でしょうか。第8倉庫ってどこにあるか知ってるか。そういうことだけ、はい、今日頭ないもん。この道をまっすぐ行くと倉庫街があるっす。あるっす。そこを右に曲がればあるはずっす。倉庫街を右に入るんだな。はい、じゃあ俺たちはこれで失礼します。走って落ち着いたらゆっくり歩き出す。早歩き歩き出す。よくできてる。ヒントはリフトっていうんだっけ、こういうの。リフト、すぐ出てこねえ言葉が。なんつんだっけこれ。ニコニコ動画だったらこれにコメントがついてる。なんてことやバカがみたいなはずだ。はずかもしれない。この右手でしょ、この右手でしょ、こっち。難しいな。しかもこんだけそのおまわりさん。すいません、警備員かな、はい、第8倉庫ってどこですか。悪いけど今急いでるんだ。倉庫の壁見てくれるかな。番号を書いてるはずだから。ほう、壁ですか。わかりました。これヒントかい。今たまたま聞いたのがもうヒントなのか。ほう、何書いてる。久坂さん。久坂さん、第8倉庫に行きたいんですが。名前は聞いたことある。第 8？ それならこの裏にあるけど。倉庫なんかに何か用事。適当に声かけてたら大体ヒントくれる。この裏で、まあ、実際そうなんかもしれんな。ありがとうございます。ちょっと試してみた方がいいかもしれんよ。実際街出てからさ、なんか行きたいところがあった時にさ、いろんな人に話しかけてみてさ、目的の場所にたどり着けるかどうかみたいな。なんでもかんでも最近はさ、Google マップでさ、調べちゃうけどもさ、そうじゃなくても、あえて、人にね、聞いて場所を訪ねていくっていうのは面白いかもしれないね。この界隈だったらそうだな。何がいいかな、何がいいかな、何がいいかな。ダントツラーメンっていうラーメン屋さんがあったとしてだな。あったとしてだな。そのラーメン屋さんどこにあるかなっていうのを Google で調べずに、あえてこう人に聞きながらね、コンビニ店員とかに話聞きながらね、店調べるとか面白そうじゃない。すいません、この第8倉庫に規則ですので、約束がないと約束がないと押せないんですよ。そうですか、そうですか。
これが合ってたんだ。これだったんだ。全然八の字見てねえけど、どこに八の字があったんだろうな。なまらメンチ切っとる。メンチをめっちゃ切っとる。メンチって何語なの一体、実体。あ、上に八ってあるわ。だー、ちょっと待った。立ち入り禁止だから。無断で入るんじゃない。あ、めっちゃ怒られてる。チって顔してる。顔は見えない。他に入り口はないのか。裏から入れてるよ。あ、スキーパー。すいません。はあ、何でしょう。ここってダイハツ倉庫ですか。ええ、そうですけど。そうですけど。あの、ダイハツ倉庫の人に用があるんですが、お約束はありますか。お約束。いえ。ダイハツ倉庫。じゃあちょっと許可がないとダメなんですよ。中にここにいつも人がいそうな感じがしないけど。チン。いや、聞いたことないですけど。お、そうだ、時間だ。確かですか。この会話終わったらパート17は終わりにしましょう。作業員の一人一人までは。17。そうですか。18じゃねえ。あ、18だ。パート18だわ。最初パート17やりますって言わなかったっけ。これパート18です。はい。じゃあパート18ここまでします。次回パート19でお会いしましょう。ほなまた。